野戸半島地震で破損した太陽光パネルについて太陽光パネル義務化に反対する解散の注意喚起の X ポストが話題になっているようですまずは太陽光パネル義務化に反対する解散の X ポストを見てみましょう太陽光パネルがこんな状態になっている写真が共同通信のサイトに掲載されています石川県穴水町他でも多数同様の状態になっているものと予想されます 太陽光パネルは破損しても発電し続けます寒電や火災、土壌汚染の危険性もありますのでむやみに近づかず専門業者へ連絡をそれではネットの声を見てみましょう門田隆昌さんたとえ破損しても発電を続ける太陽光発電パネル震災翌日、経産省は太陽光パネルは破損しても日の光が当たると発電をする可能性があるため むやみにに近づかないようにご注意くださいとの注意発出だが東京都は来年4月から新築住宅への設置を義務化ここ十数年で震度7が5回も起きている日本で史上最悪の不作これが東海家屋からの火事の原因になったら止めるなら7月の都知事選がラストチャンス門田隆翔さんが指摘した経産省の注意発出 X ポストを見てみましょう。太陽光パネルは 破損した場合でも、日の光が当たると発電をする可能性があるため、むやみに近づかないようにご注意ください。また、復旧作業に当たられる際も十分ご留意ください。また、ご自宅の屋根などに太陽光発電パネルを設置されている方は、停電時でも太陽光発電パネルの自立運転機能で電気を使うことができますが、感電の危険がないか、十分確認してから使用してください。 自立運転機能の使用方法等についてはこちらをご覧ください。ネットの声に戻ります平井浩二さんど半島地震で危惧していたことメガソーラーの地崩れが起きていたパネルの種類によってはセレンカドミウムなどの超有害物質が地中に流れ出て土壌汚染を引き起こしているかもしれないこれから被害の全容が明らかになれば実態も明らかになるだろう 香港さん太陽光パネルの二次被害がないように太陽光パネルはやっぱりダメだよ災害起きたら二次災害製造機になるじゃんほんとこうなると触ると感電する恐れのある参拝で何の役にも立たんよなソーラーパネルは災害で電力網が切れた時に助けになるって話もあったけど実際はまずソーラーパネル自身が災害で壊れて役に立たない可能性の方が高い。 崩壊した太陽光パネルは関連の危険があり、災害時の避難や復旧作業の妨げとなる。一方で、放置すればカドミウムなど水質土壌汚染の原因となる。やはり日本で安易に太陽光発電を推奨するのはいかがなものか。太陽光パネル、壊れた時が怖いものと聞いたことがあったような。このまま放置されてたら火事になったりしないかな。太陽光発電の講習会に行った時に、 大規模な災害があっても発電して大変役立ちますって言ってたけど実際は危険なゴミじゃん。危険。これって急に発火の危険もあるのでは感電の危険もありますし近くに行って素手で触らないように地震の多い土地の狭い日本には不向きなんですよ何回も言ってるけどこの重金属カドミウムなど土壌汚染を誰がどうやって解決するのか計画はあるの 天候だけではなく地震にまで左右されて処理にも有害物質で手金がかかるとなると本当に費用対効果があるのかどうか分からんなエンジン式がいかに安定でこういった災害時に心強いのかがよく理解できた太陽光の報道がされませんがひどいことになってると思いますこの壊れたソーラーパネルからは重金属が流出します山が汚染されその水が川に流れ海も汚染されるこんな利権まみれの 中国意見やめにしませんか予想できたことですね。危険なソーラーパネル、台風などでも落下したり、炎症し続けています。自然破壊そのものですね。やめましょう。こうなると撤去費用もかかるでしょう土壌汚染するから早めに撤去が必要で、この太陽光パネルだけで何百万の損害になるのでしょうか結局災害時には電力供給できなくなるゴミ。 こんなものを自然を破壊してまで作る必要がどこにある水に使かっても発電しているから厄介山に作れば山の保水力も下がり土砂崩れの恐れもまた破損した太陽光パネルを回収したとしても有毒物質のために処理にも問題がある設置する場合リスクがかなりあることを認識しないとダメなんだよね太陽光パネルが発生電力よりも環境負荷が大きすぎることの証拠百害ありて一なし 利権太陽光発電に反対。太陽光パネルを推進してきたすべての政治家、企業、自治体はこの惨状について見解を示すべきこの惨状を見ても、中国製太陽光パネルを推し進める政治家どもは、もはや魂を売ったとしか思えない、国賊日本は地震以外にも台風被害も多いし、太陽光パネルが壊れることは多くあるのは予想できるはず。推進派は日本を壊したい人たちだと思う。このの壊れたパネルの撤去作業は、 復興の足枷にななるんではないか。今推進してる人たちは考え直すべき小池百合子が全家庭に太陽光パネル義務付けとか言うてたけど怖すぎやんな。想像力ないのかと思うわ今の東京を地震が襲ったらどうなるか容易に想像つくよね百合子救助復旧活動の妨げになるこんなもんを義務化って頭が狂ってるって破損しても発電を続ける恐ろしい太陽光発電パネル しかし、東京都はなんと来年4月から新築住宅への設置を義務か、この狂気の愚策を都民は許すつもりなのかどうするの、こんな厄介な大量のゴミ設置した人が責任持って自分のお金で始末しなよ、もし東京で何かあったら小池百合子の自腹で。どこぞの中国ポチ知,知事は、リニアは躍起になって阻止するくせに、メガソーラー推進してて笑える、どちらが環境破壊しているか小学生でもわかる。 ある意味原発より危険な気がする原発反対派は太陽光にも熱心に反対してよ土壌汚染から公害病なんてたまったもんじゃないよ原発やばい言ってたけど太陽光も大概やな荒れちゃう原発やばい陰謀論よりソーラーパネルはやばい見られたら困るからドローン禁止にしたんちゃう笑いその人らと同じようなしょうもない考察やけど笑い専門業者はすぐに来れないでしょうね これが元で火災になった場合、責任は誰にあるのかな破損したパネルはどこに運び込まれるのかなこれで現地に入れるようになっても、設置業者が行け、いや、管理会社が行け。何より、業者の連絡先に繋がらない。で押し付け合いのまま放置されそうな気が、他のところみたいに。地震や台風が多い日本では、太陽光パネルの破損のリスクがあるため、その設置には向いていないと思います。 いざ災害により太陽光パネルが破損すると、感電等の危険があると指摘されています。これは被災者を二次被害の危険にさらすことにもなりかねません。また太陽光パネルの撤去が容易ではないことから、被災者の救出や被災地の復旧に影響を及ぼす恐れもあります。国会議員の皆様には、太陽光発電推進政策を改めて検討し直すようお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、どう思われましたでしょうか 次回もぜひご覧ください。